佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は夕食の上手な取り方です。あなたは普段何時頃夕食を召し上がっていますか？夕食をできれば早めに済ませたり、もしくは食べる量を少なめにすると消化によって発生した活性酸素などの、要は老廃物、酸化物の処理をする肝臓や腎臓の働きを良くすることができます。反対に夜食べ過ぎたり遅い時間に食べると一晩中体内で老廃物、酸化物ですねが発生し続けますから、臓器が疲れ切ってしまいます。なので例えばあなたが朝起きたらすでに胃がムカムカしていたりもたれたりしている時は、できれば晩ご飯を一食お休みして臓器をしっかり休ませてあげる。そのことで翌朝すっきり元気に過ごすことができるかもしれませんよ。どうしてもの時は朝ごはんは消化の良いものを軽く、もしくはスープやスムージーなどで胃に優しく負担のないものに置き換えて上手に一日を迎えていきましょう。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。